うちの荷運びは安全かけてる。荷運びなら俺に任せな。いいもん揃ってるよ。いらっしゃいいらっしゃい。乗り合い場所は席。果物はいかが。旅の疲れが吹き飛ぶよ。俺は鍛冶師に憧れてる。グツ、お前の承認札だ。無事に戻ってきたぞ。ありがとうクライブ、ジル。よかった、ばあさんに叱られずに済む。エルイーズとテオドールにも今度礼を言っておくよ。オンザ、もうスリなんてやめておけ。悪い連中ともつるまないことだ。わかってる。エル姉ちゃんが俺たちに仕事をくれたんだ。チョコボの糞にまみれて働けってさ。厳しい仕事だし給金だって安いけど、孤児の仲間とみんなで頑張ってみようと思う。ああ、それがいい。グツ、本当にごめんな。こうやって承認札も戻ってきたんだ。もう気にするな。グツは鍛冶師になりたいんだろ。俺が最初の客になるよ。ちゃんと働いて金を貯めて買いに行くからさ。うん、待ってるよ。それじゃね。これで馬車に乗れそうだな。俺たちはグツの用心棒だ。あとは手はず通りに。わかった。うん、グツは乗り合い馬車でそのままクリスタル自治領へ向かってくれ。俺とジルは途中で降りて別経路から町へ入る。俺は買い出しだ。ええ、私たちは自治領の偵察に。自治領には確か町の中央に鐘楼があるんだよ。何かあったらそこで落ち合おう。これでどう。よし、行こうか。それでは父君の周辺にアルテマの気配はないと。おそらく飛行はザンブレクにかの者が入り込んだと疑っているようだが、少なくとも父は自らの言葉で話していた。見る限りでも操られている様子はない。露骨な接触はしていないか。各地の異変や戦乱の陰でうごめく者、人ならざるアルテマという存在。最初に聞いた時には過ぎた妄言かとそう思っていたが、実際に胸の傷を見せられてはな。どうかルサージュ卿、共にアルテマと戦ってくれないだろうか。すぐには無理だ。ルサージュ卿、我が軍は今もダルメキアと交戦中。ドレイクファングを失い、後のない奴らは攻めに転じる。停戦破棄も時間の問題だ。バハムートによる抑止なくては多くの民が命を失う。フーゴクプカはアルテマの目論みで命を落とした。あなたが民を重んじているのは理解している。しかしアルテマを止めなければさらなる戦乱を生んでしまう。そればかりかバリスゼアに混沌が訪れるだろう。
今よりもっと多くの民が苦しむことになるんだぞ。気候の話は信じよう、フェニックス。だが世にはどうしてもやらねばならんことがある。どうしても。貴様、なぜそのことを。高き位にある者はそれにふさわしい地を求められる。寸分の疑いもない純潔さを。そう、下賤の女と交わった血はもってのほか、まして我が子を金で売るような女ではな。父上を脅したのか。いいえ、私はただ忠告しただけ。リオンが謀反を企てているとね。何を。シルベストルは先生に心得がある。忘れたわけではあるまい。まさか星読みどもをたぶらかしたのか。今後も芸家に忠を尽くすと誓うなら、これからも英雄であることを許しましょう。肝に銘じなさい。黙れ、カンプめ。青龍騎士である貴公の誇り高き振る舞いに免じて、こたびの無礼は不問に伏しましょう。さあ、ディオン殿下、戦支度をお急ぎなさい。貴公はバハムートになって空をかけてこそ、芸家もお望みですよ。だからこれからも戦にご教示遊ばせ。バリスゼアをオリビエ芸家のものとするために。ザンブレクを汚す闇を払わねばならん。このままではアルテマと戦う前に新たな戦火が生まれてしまう。奴の思うがままに。そうか、すまない、母が迷惑を。気に病むことはない。これは我が国の大事だ。皇家の一員として世が決着をつけねばならん。その後であれば我が翼を預けよう、貴公に。感謝する、ルサージ教。うん、民のため貴公と共に空を狩る日を楽しみにしている。ああ、待ってるよ。テランス、ここに。これから世が行うことをお前は罪と咎めるか。私、いえ、我々青龍騎士団の主君はあなたです。全てはディオン様のお心のままに。ありがとう。戦の支度だ。青龍騎士団全体に通達せよ。逆賊アナベラと芸家を語る不届き者を討ち取る。ザンブレクを取り戻すぞ。
次々。何やってんだよ。行くぞ、ほら。町の外じゃ両軍が睨み合ってるのに。怖いんだよ。不安だから酒に頼るのさ。頼ったことあるの？市場は品薄、船も陸に上がってた。穏やかに見えるが緊迫状態が続いている。今なら騒ぎでも起こせばマザークリスタルに潜り込めるかもしれない。そう言うと思ってた。人手がいるわね。すぐにでもガブを呼んで合流しましょう。それまでは潜入経路探しだな。ストラスを飛ばすわ。トルガル。何が起こってるの？わからない。トルガル。こっちだ。血が燃えて、奴も気づいているはずだ。兵士が集まってる。合流するぞ。町の中央にある鐘楼だったわね。ザンブレクの清流騎士団か。ギア軍じゃないの？グッズを探さないと。先を急ごう。グッズ、無事でいて。
いつらは正規軍の中では当然殺さ。地下水道だ。都合がいい。ここを進もう。あの鐘楼よ。ああ、急ごう。闇よ。
っちはダメだ。他を当たってみよう。Thank you.
グツはまだかしら。
こっちだクライブ。やっと会えた。グッズ、無事だったか。ひどい目に遭ったよ。よし、ここを離れよう。なんだあれは。ドレイクテールの子。どうしてあんなところに。これからどうするんだい。コアを破壊する。そんなの無茶だよ。事態が落ち着けば軍が介入してくるだろう。コアの場所も分かっている。今が絶好の機会だ。今ならバハムートの姿もないわ。グッズ、少しでも安全なところへ逃げて。二人を置いて逃げやしないさ。俺も男だ。腹をくくる。そうだ、仕入れた物資が少しあるんだ。必要なものがあれば言ってくれよ。か、金はもらうぞ。後でばあさんに怒られるから。ありがとう、グッズ。何をするんだい。はい、どうぞ。
ま、毎度あり。他に売りたいものはある？ま、毎度あり。あ、確かに引き取ったよ。他に欲しいものはある？あ、はい、どうぞ。もういいのかい？仕上がったよ。今までで一番の出来だよ。仕上がったよ。よし、できた。ますます良くなったね。よし、できた。クライブにぴったりだ。よし、できた。ますます良くなったね。火事はもういいんだね。マザークリスタル、ドレイクテイルはすぐそこよ。ここで破壊しましょう、クライブ。ああ、行こう。だが、どこでバハムートが現れるかわからない。ええ、気をつけましょう。ひどい有様。どうにか進むしかない。クライブ、この気配。ああ。やはりエーテル溜りか。みんなアカシアになってる。ジル、やるしかない。
登れる場所はあるかしら。Let's go.
ジョシュアのことならきっと大丈夫よ。ああだといいが。これまでの奴らとは別格らしい。通してくれそうにないわね。そのようだ。
まったく、どんどん強くなってる。考えるのは後にしよう。今はとにかく俺たちのなすべきこと。ええ。あの中から抜けられるか。行ってみましょう。静かに。人の気配だ。